マンションも5年ローンで買いましたからね、8000万のマンション。毎月60万ずつ返してたもんな、あの時。ベンツキャッシュで2台買って、1200万と850万やったかな。ザッ芸能界の生活だけど、夢がもりもり終わって、笑っていいとも終わって、旬のタレントってやっぱ旬は腐るの早いから、蜘蛛の子散らすっていう感じでガーッとみんな引いていくから、仕事が30でレギュラー12本、ボーンとなくなって、マンションも売って、ベンツも売って、ほんで関西帰ってきて、師匠のとこ行って付き人でもっぺんやってましたね。